お疲れ様でですすさん舞姫大学の特別講義でございますあの「FX 折りルヒというね FX 専門のコースを2年前に私始めましたけどもそうもうあっという間に丸2年が過ぎたわけですよで私毎日放送するというふうに申し上げてきましたけども実際毎日やってます1日に少ない時で4回多い時で6回の放送をずっとしてきて今思うのはですね あの当初ズブの素人で入った方 FX はやったことがありませんって方が入ってくださって2年間やるとやっぱりねプロになるなってことですよねで専業になって、まあ、完全にね FX だけで暮らしていくっていう方もいらっしゃってなんかやっぱり一つのことに打ち込むことの力を感じますねで私もね昨年ですけども1年に限って格闘技キックボクシングを実際にスタートして1年間トレーニングを受けてリングに立つことができました ででチケットもね数十枚売れたんですよそう考えていくと自分の出る試合のチケットが売れるってことを考えると私もちょっとプロなのかなというふうにね思いましてね昨年はだからどんなことも1年間一生懸命一心不乱にやればまあプロのレベルまではいけるんじゃないかなって気がしますねこれはアフィリエイトの時もそうでしたし YouTube の時もそうでしたし会社員だってね 何も分からずにどっかの会社に入っても1年勤めたら一通りのことは分かってくるんじゃないかなと思うんですよでまた一通りのことが分かるような日々を過ごしていかないといけないかなと思いますねまあというところでね時間はほとんどのことを解決してくれるんだなと思いましたで反面時間に置き去りになってしまう人生もあるのもこれまた現実なんですよだから一日一日ってのはほんのに小さい変化なので分かりにくいんですけども1年間通じてみると 大きく差が出てくると思います。だからこそ今日一日をのびやかにね、大切にしなければ、これが一週間や一ヶ月や一年に影響する。ひいては一日が人生に影響してくるなってことをね、改めて感じました。それでは今日もよろしくお願いします。